授業は、ルーマニアで生まれ、フランスで活躍した劇作家、ウジーヌ・イオネスコによる一幕物の儀曲である。初演は1951年で、マルセル・クーブリアーの演出で上演された。1957年以降、パリのユシット・ザで、同じく、イオネスコの書いた儀曲、ハゲの女歌手と共に、60年以上にわたって、ロングラン上演されている。この劇は、 不条理演劇における代表的な作品の一つとされている。この作品の舞台は集合住宅にある老朽住宅の書斎兼食堂である。50歳から60歳くらいの教授は18歳の新しい生徒を待ち望んでいる。教授の女中である40歳から50歳のどっしりした赤ら顔の女性は教授の健康を心配している。女生徒が訪ねてきて、 三日の授業が始まる。不条理で無意味な授業が進むにつれ、教授は生徒の無知さにだんだんと怒り出し、生徒はだんだんおとなしく神妙になっていく。言語学の授業に移ると、彼女の健康も悪化し始め、耐えが大破の痛みを感じ出し、全身の痛みへと進行していく。最終的に、教授は生徒を刺し殺す。女中が生徒の死体を片付けると、 チャイムが鳴り新しい生徒がやってくる。物語は一周し、冒頭の場面に戻り終わる。ありがとうございます。